こんにちは、こんばんは。コカヤトチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はちょっと深刻な話になっていきそうな、そんな予感ですけれども、いつか話そうと思ってタイミングを逃していたんですけれども、斜め上に貼っております質問受付専用動画にちょっとご質問いただいたので、いい機会なのでお話ししたいと思います。私のちょっと生死をさまよった時の話とか、ちょっと怖がられるかもしれないんですけれども、臨死体験というか生死をさまよった時のちょっとした話になるんですけれども、苦手な方はどうぞここで動画をストップしていただいたらいいと思います。生死をさまよった時の話とか、その時に夢なのか現実なのか、ちょっとわけのわからない不思議なような、ちょっと恐ろしいような、ちょっとそういう経験をしたので、そのことをちょっとお話しするので、ちょっと不愉快に感じる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、苦手な方はもうどうぞここで動画をストップしてください。クレームだけはどうかご容赦ください。お願いします。ちょっとマイナスなコメントもご容赦ください。なんかいろいろ注文つけて申し訳ないけれども、心を込めて一生懸命思い切って話したいと思いますので、よろしくお願いします。ココアートチャンネル。本当に高校2年生の時に自分で自分の命を絶ってしまおうと思って、ちょっと服毒自殺をしてしまった経験があるんです。正確には服毒自殺の未遂に終わりました。助かったので未遂に終わりました。私が飲んだのは粉状の農薬でした。農薬を飲んでしまったんです。高校2年生の時に、将来の自分はもう絶対に幸せになれない、もうダメだと、このまま体がどんどん男性になっていって、異性なんか絶対に 100% 好きになれないのはもう自分で分かってたし、もう私には幸せになる権利はない、生きてちゃダメなんだって、そういうふうに絶望的になって、もう自分で自分の命を絶とうって決めて、いろいろやったんですけれども、最終的に農薬を飲んでしまうというような、今では未成年の子供がそういうものを買えるなんていうのはちょっと信じられないことなんですけれども、私は過ちを犯してしまって、今は本当に申し訳なかったなって、両親にも本当に心配かけたし、そのことで、ね、私が女性っぽいっていうだけで母は親戚から辛い言葉を投げかけられるのに、私がそういうことをしてしまったから、なんか母はより辛い思いをさせることになってしまったのかなって、本当にそれは申し訳ないし、まあ、後悔しても仕方ないし、もう済んだことなんですけれども、ちょっとだけしなきゃよかったなって思ってます。なので、今どんなに辛いことで悩んでて、今どんなに消えてしまいたいと思ってる人がいても、未来は必ず来るんです。自分の心掛け次第で絶対に幸せにはなれるし、願いも叶うし、絶望だけが待ってるわけではないので、絶対に自分で自分の命を絶とうだなんて思わないでください。私が今本当に自分がここまで幸せになれるなんてあの時思ってたら、自分で自分の命を絶とうだなんて考えなかったです。そういうことを思って聞いていただけたらと思います。ココアートチャンネル。なんか聞いていただけたらと思いますって、今からなんか歌えそうよね。なんかね、そんな話じゃなくて、あの生死をさまよった時の話なんですけれども、私はそして一つ目の病院ではもう助からないと、一つ目の病院で人工透析を受けて、もう血液にまで毒が回ってるし、農薬によって内臓ね、胃とか腸とかがもう溶け出して穴が開いてる状態で、もう毒素が全部体に回ってて、ちょっと発見が遅かったので、もう助からないと、諦めてくださいと、会わせたい人があったら今のうち呼んでくださいっていう感じで言われて告げられたんですね。そして私、その告げられたところまでちょっと記憶にあるんです。記憶に。そして母が諦めたくないって言ったんですね。それは私はもう本当にその時は目も口もバーッと開いてしまって、体が硬直して何も話せないんです。何も話せないけれども、何を言われてるかとか分かってるんですよ。
もうこの子助かりませんって言われてることとか、母が大泣きしてるとか、みんなが困った顔をしてるとか、そういうことは分かってるんですよ。そして人工透析で下の毛を剃られて、こう血を抜いて、その血を洗浄してまた体に戻すという作業をするんですけれども、その作業をしてる時にもう恥ずかしいっていう意識があるんですよ。男性の看護師なのか、男性の若い研修医なのか、お医者様なのか、その辺は今となっては分からないんですけれども、その人が私の下の毛を剃ってるっていう、なんかもうそこを見られてるっていうことに対して、もうなんか私記憶あるのにもう嫌だっていう思いがあって、それも今でも鮮明に覚えてます。そして私はもう本当になんか母が泣いてたので、母に言いたかったんですね。生まれてきてごめんねって伝えたかったんですね。本当にこんな自分がこの世に生まれてきたことが最大の間違いだったって、ごめんねって伝えたかったんですね。それを母に伝えたいけれども、もう声が出ないというか、体が固まってしまって、口がもう全部もうもうどうにもならない状態で、私が病院に運ばれる前に自分の部屋から父と母の寝室に助けを求めるときに、母の鏡台があって開かれてて、その鏡を見たときにはもう自分が自分じゃないみたいな感じだったんですね。もう毛細血管が全部浮き出して、体は紫に腫れ上がってて、もうこうなんていうんですか、もう点々になってるんです。なんかもう点々というか、紫の点々というか、もう毛細血管が全部内出血みたいにしてて、もう鏡に映ってる自分がもう紫色みたいになってて、そして、ね、口からは血が出てるし、もう汚い話で申し訳ないけど全部垂れ流してる状態で、もう父も母もびっくりして病院に行って、そんな状況で話せない中で、母にごめんねっていうことは伝えてから死にたいって思ったんですね。ごめんなさいっていうことはちゃんと伝えたいって、そしてありがとうって伝えたいって自然になんか思ったんです。なんか生まれてこなきゃよかったって、なんて生まれてきたんだろうって思ったけど、いいこともいっぱいあったし、幸せって感じることもやっぱりあったので、ありがとうっていうのと、ありがとうっていうことと、こんなこと、こんな騒ぎになってごめんなさいって、さよならっていうことはなんか伝えたくなったので、母は私の手を握ってたんですけれども、言葉は出ないから、ごめん、生まれてきてごめんなさいって自分では絞り出してるつもりだったけども、多分声にはなってなかったと思うんですけれども、母の手を強く握ったんですよ。ぎゅっと、多分握れてたのか握れてないのかもわからないですけれども、でも母は私のその変化を感じ取ってくれたんですね。そして、この子はまだ生きてるって言ったんです。諦めたくないって。でお医者様はもう無理ですって、お母さん諦めてくださいって。そしたら母は、あんた何言ってんのって、うちの子はまだ助かるって言って、救急車呼んでって、お母さんここは病院ですよって、でも分かってるけど他の病院連れて行くから救急車呼んでって。そしたらお医者様も分かりましたっていう感じで、救急車をもう一回呼んで、じゃあちょっと離れたところにもう少し大きな病院があるので、そこに行きましょうっていうことになったんですね。そこに行ってももう多分助からないと思いますよって言われたけども、 1% でも可能性があるんだったら私はこの子のために走るって言って、救急車に乗って私はもう一つの病院に行ったんです。そしてそこから私、記憶がないんですね。ここはアートチャンネル。こっから話していいのかな、この臨死体験の話なのに、なんかこの話をしようと思うとこっから話してしまうんですけれども、そしてもう一つの病院に行ってから私も全く記憶がもうそこでないんです。救急車に乗り込むところまではなんか記憶あるんですけれども、そっからもう記憶ない感じだから、新しい病院に行ってそっからの記憶はもう本当に全然なくて、1ヶ月ぐらいはなんか昏睡状態でもう生死をさまよってたっていうふうに聞いたんですけれども、そのさまよってる間のどこかわからないんですけれども、集中治療室にいたんですね。私、足側にガラスがあったんですよ。なぜか
どういう作りなのか今詳しくは分からないんですけれども、私がベッドに寝かされてて、足側になんかガラスみたいなのがあったんですね。何の部屋なのか、ナースステーションなのか何なのか分からないんですけれども、ガラスの部屋があったんですよ。常にいろんな人がこっちを見てるみたいな感じで、そして隣にも誰かが寝てました。カーテン越しに隣にも誰かが寝てて、もう全然本当に生死を覚めて記憶ないんですけれども、なんかふとこうなんか目が覚めたというか、パッとなんかそこだけ記憶があるんですよ。これは夢なのか現実なのかわからないんですね。そして隣の人の黄色い手だったんです。すごい黄色い手が見えたんですね。ダランと落ちるのが。そしてなんかご家族の方がすごくなんか大泣きしてて、なんか心臓マッサージとかされてるっていうのがあって、次は自分かなってなんかちょっとふと思った時にちょっと目が覚めたんですね。そしてその瞬間にいきなりベッドにさーっとこう壁ができたというか、なんか夢でもないんですけれども、夢なのか現実なのか本当にこれはわからないんですよ。そしてそこのナースステーションのガラスがお水のように滝のようにダーッと流れ落ちてお水になったんです。ここはアートチャンネル。本当になんか夢なのか現実なのかもう説明はつかないんですけれども、そして細長い私が一人分入る箱に入ってるんですよ。なんか長細い船のような棺桶のような、もう両脇壁です、入ってるんですよ。そしてチャポンチャポン水に浮かんでる感じなんですよ。すごく心地いいんです。そしてものすごくいい匂いがするんですよ。そしてガラスがバーッと流れて、私は大きな川を船に乗せられて、寝た状態で船に乗せられてだんだんと向こうに行ってるんですね。向こうに。そしたらある時ふっとこう船が止まったというか、自分のベッドが止まったというか、なんかちょっとわからないんですけど止まったんですよ。ナースステーションには人がたくさんいるはずですよね、白い服着た人たちが。そしてそのガラスがダーッと流れて、流れたものがお水になってて、ナースステーションがナースステーションが何なのかわからないんですよ。そこはそこ元あったところがこう草が生えたような土手になってるんですよ。どのぐらいの高さだろう、3メートルか4メートルぐらいの土手になってるの。そしてその土手の上にいっぱい人が立ってるんですよ。看護師さんと同じようなもう白い服を着たいっぱいいっぱい人が立ってるんです。いっぱいもう人の後ろに人、もう人だかりみたいな。そしてその人だかりがこうちょっとうごめいた感じで、後ろの人がその前の人をかき分けて、私を見よう私を見ようって、誰誰が来たのって、なんかこう見物、何かを見物してる時に見物客が何かを見たくてこう前の人を避ける仕草あるじゃないですか。あんな感じでもうたくさんの人が私がこうね、船に渡って来てるの、え、何が来たの何が来たのっていう感じで、後からみんながこうだんだん集まってきて人だかりができてる感じなんですよ。でも顔のあたりになんかちょっと黒いような、しなんかしこう灰色のような、ちょうどこんな感じの色。ここはアートチャンネル。ちょっと近くにこのカメラがあったので、ちょうどこのマイクに、このマイクのカバーのこんな色の感じなんですよ。そしてその人だかりがバーっているでしょ。そしたらそのピタッと止まってるから、私はなぜか知らないけれどもものすごい気持ちがいいんですよ。もうなんか水面なんだけれども、ハスの花とかが咲いてるの。でもハスの花もはっきりとしたハスの花じゃないの。ああいう感じで、もうこの感じ、この感じで何かが浮いてるんですよ。ああいう感じでこう水に何かが浮いてたり、水草が浮いてたり、お花が浮いてたり、タンポポみたいな黄色い花も浮いてた。なんかいろんな白い花とか、うっすらピンクとか、ああいうなんか何の塊かはわからないけれども、ああいうなんか浮島みたいなちっちゃなこうなんかの浮いてるものとかがあって、それがもう常にバーっとこうダーッと向こうに行ってる感じ。でも私は止まってる感じ。そして私は何とかしてあっちに行きたい気分になったんです。何としてでもあの人たちのところに行きたいではないな、行かなくてはいけない使命感みたいな、あそこに行かないといけないんだと、早くあそこに行かないとダメなんだっていう風な感情が湧き起こってるんですよ。そして私の脇にはこう棺桶のような船のような壁があるわけでしょ。そしてその壁に手をかけて起き上がろうとするんですよ。起き上がろうとした瞬間にバッて普通の病室に戻ったんですよ。
バッて、なんで今のあれはどこ行ったのっていう感じの普通の部屋なんですよ。そして母が起き上がったらダメでしょっていう感じで私をバッと押さえたんですよ。そしてちょっとこの子起き上がってるんですけどっていうことを誰かになんか報告してるような母の動きもあるんですけれども、それはもうふわーっとしか見えないの。そしてその瞬間母がバッと私をまたベッドに戻すんだけれども、なんとしてでも行きたいからこうちょっと頭をまた浮かすんですよね。そしたらまたふわーってさっきの綺麗な景色、水の大きな水辺、湖みたいなところであっちに向かいたいっていう感じなんですよ。そしてもう何としてでもあっちに行きたいのに、もうここ嫌なのにって、もうこの場所が本当に嫌なんですよ。この揺れてる感じも嫌だし、もう後ろは絶対に振り返りたくない感じ、自分の後ろはもうなんかもう嫌な冷たい感じがするの。もうなんかもうちょっとこうするとなんかもう鳥肌がゾワゾワってするような感じだから、あっちに行きたいんですよ。体を起こすとふわーって温かい、なんて言ったらいいの、もうふわーっとこう、なんて言ったらいいんだろう、言葉で説明できないんですけれども、なんて言ったらいいの、あのハロゲンヒーターのにふわーってあるじゃないですか、柔らかい温かいものがふわーってくる感じね。そしてあの人たちの仲間に入らなくちゃみたいな、入りたいっていうのと入らなくちゃ、行かなくちゃ、行きたいっていうのと行かなくちゃ、行かないといけない、早くしないといけないみたいな焦りみたいな感じがあるんですよ。そして何としてでも行きたいのに母がずっと私をこうやって押さえてるのよ。まだ起き上がったらダメみたいな感じで、行ったらダメって母がずっと言って、でも行きたいみたいな、その掛け合いがずっと続くの。その間ふわってした景色になったり普通の病室になったりが、もう本当に映像のように、これが夢じゃないっていうのを私はっきり言えるのは、母はそのことを覚えてるんですよ。あの時何度もあっちに行かなくちゃっていう感じで、もう言葉にはなってないけれども何度も起きようとしてたと。まだ生死をさまよってて意識も戻ってないのに、もう目は半開きで、もううつろな感じで、行かなくちゃ行かなくちゃ、行かせて、あっちに行かせてっていうことを母は覚えてるんですよ。母はそれを覚えてたの。なので夢ではなかったなって思うんですけれども、でもね、病室があんな風景になるのは、でも私今でも夢は見るんだけれども、夢とも明らかに違う感じなんですよ。夢とも明らかに違うの。そしてあっちに行きたいと思ってたのに、いきなりなんかその向こうに立ってるのはほとんどが大人の人なんですよ。大人の人、そしてわーっている中の真ん中あたりに立ってる人が何人かいるんですね。そしてその人たちだけになんかスポットが当たったような感じで、その他はなんかちょっとモザイクというかもやがかかったような感じに見えてるんですよ。そしてその人たちの足元があるでしょ、膝より下のぐらいの足のところをガーッとかき分けて、奥の方から男の子がバーって出てきたんですよ。そしてパッパッてして私をすごい目で睨むんですよ。誰かに指さして何かを言ってるんですよ。そしてなんか話し終わったのか、もう一回私を見て、来るなって私に言うんですよ。あの子供の甲高い声で、来るな、お前来るなって言うんですよ。私にすごい怒るの。それで私、さっきまで行かなくちゃ行きたいと思ってたのに、子供がさ、そんなに来るなって言って怖い顔してるから、もうやっぱり行きたくないってなって、ふーってこうベッドにふわっと戻った感じなんですよ。そして母が言うには、そういう押し問答があって次の日に意識が戻ったって言うんですよ。本当にだから私的にはあれがもしかしたら臨死体験って言われることだったのかなっていうふうに思うんですけれども、なんか他にね、いろんな人の臨死体験の話とか聞くとちょっと当てはまらないでしょ。病室がそういうふうになったり、なんかそのね、さっきかっくんさんも書いてたけれども、上から自分を見てるとかそういうことは一切ないの。生身の体が起きようとしてたんですよ。なのでもしかしたらその時パッと後ろを振り返ったら自分がいたのかもしれないし、その辺は見てないからわからないんですけれども、あの経験は何だったのかなって。でもその経験があるから私は生きないといけないっていう、なんかなんともっと助かった時になんかすごいこう使命感みたいな、ここはアートチャンネル、助かった後にやっぱりそういうことをした人ってまたそうしたいっていう衝動っていうか、精神科の先生がいろんなカウンセリングをするんですね。人間とはとか、生きてないといけないんだよとか、でもそんなこと話されなくても私生きていきたいって、そして助かってすぐに言ったのが、何か書くものと鉛筆ちょうだいって、スケッチブック返してお母さんって。お父さんにスケッチブックを捨てられてて絵を描くことを禁止されてたんですけれども、何でも我慢するから絵を描かせてって、
絵を描きたいって、あの時見た風景をすぐに今すぐ描きたいって思ったんですよ。でもまあ今はまだダメだからっていう形でスケッチブックはもらえなかった。ちょっとメモ用紙みたいな形でもらったんだけども、なんかあの時の光の眩しさとか、なんかもやとか、なんかすごい眩しかったんですよ。もう眩しくて顔が見えないもやがかかっててみたいな、あれは何だったのかなって今本当に不思議に思うんですけれどもね。本当に不思議だった。私しばらくやっぱりね、講演活動を決めるまでは、覚悟を決めるまではこの話をするとね、ちょっと頭がおかしい人に思われるので、今でもあまり人に話さないんですけれどもね、私も初めて話すのでドキドキしたね。これできっと私のことなんか変な人だわと思って去っていく人もいるかもしれないけど、だって本当のことだし経験したことだから嘘じゃないから、まあ、信じる人は信じてくれるかなっていう感じでお話しました。いかがだったでしょうか。初めて臨死体験の話した。初めてした。スタッフにもあんまりしたことなかったのに初めてした。ドキドキする。アップロードドキドキする。大丈夫ですか。大丈夫でした。もし何か問題があったりしたら、アップロードしてから削除するかもしれないですけれども、その時はお許しください。最後までご覧いただいてありがとうございました。ちょっと取り乱したところもあって、お聞き苦しいところあったかもしれません。申し訳ありません。皆さんの幸せを心より願っています。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ここはチャンネル。